三日月殿、たびたびのお力で感謝するでおじゃる。俺の一存ではない。元より戦の策は兄者に任せた。兄者が貴様の指揮に従えと言うならそうするなり。ところで先の戦場で倒れたと聞いたが、見たところ変わりはないようだ。はて、何のことでおじゃるかな。マロはこの通り剣士をそのままでおじゃる。そうか、ならばよい。もう一度念押ししておくでおじゃる。内光殿よりこたびの兵の指揮を任されたのはマロ。秘伝の隊員もそのことはよく言っておいてほしいのでおじゃる。承知している。貴様の言う通り動いてやろう。だがオシトルの首を取るのはこの俺だ。ほほ、面白いこと。あれはマロの獲物でおじゃる。作戦はどうした。兄者の示した策でオシトルにとどめを刺すのは果たして貴様だったか。それはそれ、これはこれでおじゃる。戦場では何が起こるかわからぬもの。しかし結果が同じなら多少の順序の違いは問題ではないでおじゃる。ここは早い者勝ちというのはどうでおじゃる。いいな。だがそうなると俺の勝ちは決まったも同然だが。それはどうでおじゃるか。どうでもよい。では策に従い行かせてもらう。ご不意を。敵軍、まっすぐこちらに突っ込んできます。守りを固め、敵を寄せつけるな。足並みを乱せばつけ込まれるぞ。はい、落車雷の突撃に備えよ。しかし真正面から突撃とはひねりがなくはないか。ですが、先陣を切っているのはあの三日月さんのようです。それだけでかなり厳しいかと。勢いに任せ。こちらの戦力を一気に攻めるつもりだろう。こちらが後ろに下がれぬ事情も察していよう。馬鹿正直に正面から突っ込んでくるんならこっちも余裕で対処できるじゃない。ああ、敵に勢いはあるが、これに耐えられれば足並みを乱すのは向こうの方だ。では行こうか。敵がこちらに食らいついてくるのなら逆にその喉を噛み破るまで。ここが踏ん張りどころである。己が力を存分に尽くすのだ。来たか三日月。正常には指一本触れさせぬ。ケームレシカ、今は貴様の相手など捨てる暇はない。何、なるほど、狙いは正常ではなく、それらしか。貴様さえ討ち取ればあとはただの寄せ集め。今日こそはその首ここに置いていってもらおうか。そうはさせぬ。誰であろうとこの王道に立ち従うのであれば切り伏せるのみ。抜かせ。どのようなご託を並べようと戦場においては何の証にもならぬわ。己が利を通したくばこの身をねじ伏せてみせよう。もとよりそのつもりだ。大丈夫か。
し通る。出番か。押し通る。加勢する。さて、行きますよ。獲物はどこだ。いい的だな。不忠なる賊とども覚悟せい。勝利のためにまずは目の前の敵ね。それじゃ行くね。守り抜く。それが小生に与えられた使命なれば。出番か。加勢する。大義は我らにある。くらい。これで。ここで止めり。加勢する。攻撃に移る。蹴散らしてくれる。やーっ、終わりだ。まだまだ。さあ、いない。まだまだ金が冷たく。炎を取らせますね。
ったうちの出番や。追い込むで。やったが、こちらの番です。まだまだ。これでどうです。まだ動けますか。止めてくれますよね。できたな。いける。はっ。
直せ。ダンこれより先進むことを禁ずる。待て威力全軍抜刀。逃しなさい消しなさい。それでどうだ。これがそれがしの覚悟だ。皆さんの力に。不忠なる賊とども覚悟せい。勝利のために時間はかけない。この薬草でみんなにも。さあ頑張って。ご覚悟を。発注賞が一人真珠の胸近。参る参る。これよりは全身全霊。安らかに行くがよい。浮き取れ。神のために正常の御ためにこの拳を振るわ。重みに耐えれるものなら見事耐えてみせよ。はあ。我が弓からは逃れられんぞ。の時だ。我は鳴る神なり。さあ立て。まだ満足していないはずだ。死にたい奴から前へ出る。
者め、我が志に撃たれるがいい。話にならない。下がれ下がれ、圧巻でもよ。その目を見開きしかと見よ。正義の一撃を食らえ。こんなところですか。私に続いて、まずは目の前の敵ね。卑しい慈しみも、これもどう？痛みは抜けた？守り抜く。それが小生に与えられた使命なれば、安らかに行くがよい。砕けてる。小生の過去を堪能してもらう。ねえ、お茶がしたかか？望むところだ。よし、一度。これはね。